ますます賑やかになってきましたね。教えてあげた方がいいかしら。私は
いるはずです。おとなしくしやがれ。ほどほどにしておけよ。しびれ
れなさい。綺麗にしませんと。レイトの礼儀。
手に気をつけます。間に合いますね。星と深淵を目星と深淵を目指せよ。無事今日星と深淵星としあら
となしく仕上がれ。でも私にお任せを。こんにちは。僕は錬金術の研究者ティマイアス。錬金術は古代からの技術で、今でもわからないことが多い。そしてその法則はミステリアスで、僕たちが知る創造物体の原理とは全く違う。この技術を使いこなすことができれば、きっと素晴らしいものが作り出せるはずだ。あれは錬金術用の台？そうだよ。そうだ、錬金術を試してみないか？大丈夫、操作はそんなに複雑じゃない。興味があるなら基礎を教えるよ。不思議だ。今僕たちが使っている錬金術は、まだ風の翼を使うのに、ただいつもやっとその原理を理解したと思ったちょ。正直に言う、僕もまだいろんな配合を冒険してる途中で、古代部冒険ランクが上がれば理解できる配合も。どういた、また会おう。古代の錬金術は不思議だな。
Thank you.
ませんと。風邪ひくなよ。
こいつはどうだ？外に出るべきじゃなかったわね。
聞いたことあるかい？変わったやつがいるって。星と深夜ここで少し休みましょう。今
疲れましたか？ここで少し休みましょう。今お茶をご用意しますね。ここで少し休みましょう。今あ、お茶をご用意します。
これ。 Thank you.
しびれなさ。どれ、何よ。乱暴はやめて。
これ。これ。貸し出しの記録は自分でお願いね。禁書エリアの方は貸し出しできないわよ。あら、
あなただったのね、可愛い子ちゃん。会えて嬉しいわ。アフタヌーンティーに飲んだ濃いお茶よりも元気が出たわ。仕事中なのに心ここにあらずだな。ジン以外に真面目に仕事する人なんていたかしら。それでお姉さんのところに来たのは何か用かしら、それとも単に私に会いに来たのかしら。あら、人を喜ばせるのが上手ね。なあ、司書さんのおすすめの本ってないのか。おすすめの本、残念だけど私のおすすめはほとんど禁書エリアにあるから。急に不穏な雰囲気。の、そうだ、テイバット観光ガイドはどうかしら。旅人のあなたならきっと役に立つと思うわよ。なあ、実用借りてみてもいいか。仕方ないから貸し出しリストを見てあげるわ。リサさんの仕事だろう。どこが仕方ないんだよ。あら、残念ね。今は貸し出し中よ。返却期限はとっくに過ぎてるんだけど。そういえばまだ返却されていない本が他にもあるわね。うーん、腹が立つ。ぎゅう、気のせいか周りの雷元素の濃度が急に高くなった気が。はあ、面倒ね。返却期限を過ぎた本を回収しないと。そうだ、テイワット観光ガイドを読みたいのならお手伝いなんてどうかしら。今のリサさんすごく怖いぞ。可愛い子ちゃんは優しいわね。さてさて、最初は栄光の風ね。じゃあ後で記念品ショップの前で集合しましょう。Thank you.
ね。じゃあ早速始めましょう。マージョリーさん、最近何か面白い商品はないかしら。あら、どうしてそんな目で私を見るのかしら。記念すべき日に記念品を選ぶのは当然でしょ。あら、そう思ってくれているの。ま、悪くないわね。あなたみたいなお年頃なら少なからずそんな幻想を抱くものよね。記念品ならきっとリサさんが気に入るものがあるはずですよ。そうですね、この方に選んでもらってはどうでしょう。と、え、旅人が選ぶの。お一つお選びください。これは冒険者協会の仲間が遺跡、少しボロボロだけど。な、あら、これって北恐竜風光章の失われた第3巻じゃない。これでいいのか。選んだ後は変更できないぞ。さすが可愛子ちゃん、よくわかってるわ。これは昔の人々の元素力について研究するのにうってつけの代物なの。ありがたくいただくわね。あら、そろそろ時間ね。ではマージョリーさん、バネッサの物語を。え、リサさんもバネッサ様がお好きなんですね。それならおすすめの品がたくさんあります。例えばこのバネッサ様の名前が刻まれた獅子の牙のペンダントとか。バネ、ごめんなさい、バネッサ様の話も、もう返却き、リサさんと会ったら。はあ、バネッサ様を尊敬し、はっ、はっ、では。見てらっしゃい。今日のおすすめはステーキですよ。鹿狩りへようこそ。2名様ですか。3名だぞ。これは失礼いたしました。お好きな席へどうぞ。注文が決まりましたら。ご飯を食べてから本の話を切り出すのか。当然よ、面倒な仕事を優先してたら美味しいご飯もまずくなるでしょ。そこまで仕事が嫌いなんだな。最近ますますにぎやかになってきましたね。君もモンドの酒の目当てで来たんでしょ。早く注文しましょう。かわいこちゃん、注文はあなたのセンスにおま。よくある酒場のおつまみね。味が濃いから酒好きなお客さんたちに。これでいいのか。選んだ。注文はできたかしら。注文はできたかしら。最近ますますにぎやかになってきましたね。煙たいわね。あなた若いのにこういうのが好きなの。かわいこちゃんという呼び名をどうやら考え直さなくちゃいけないみたい。ぷはー、お腹いっぱい。そろそろサラさんに本の話をしましょう。今日のおすすめは他に。いいえ、ごちそうになったわ。イノシシプリン。すみません、そのような本だよ、借りてた本。ああ、本ですね。ごめんなさい、お借りした後ちょうどお店が繁忙期に入ってしまって。ごめんなさい、リサさん。仕事が終わったら図書館に返却しに行きます。ええ、もう忘れないようにね。かわいこちゃん、次の場所に行きましょう。
ここで最後よ。この二人、気に入ったお花がありましたらすぐお包みしますよ。そういえば、花の香りのないデートはロマンがないって、どの本で読んだのだったかしら。あら、分かってるわね。じゃあお言葉に甘えようかしら。リサさんへのプレゼントですか？どのお花にいたします？無評花なら隅っこに置いてあります。下手に触ると当初本当にこれにするつもりです。ただリサさんは雷の力を使うから大丈夫でしょうか？これでいいのか？リサさんへ。タンポポは店長のフローラさんが一番好きな花です。ここ普通花屋さんにタンポポは置かないでしょ。扱いが難しいですし。でも店長はそのふわふわとした感じがお気に入りなんです。そういえばフローラさんもそんなイメージ。これでいいのか？選んだ後は変更。タンポポ？ここってタンポポが買えるのね。ジンと同じ爽やかな匂いがするわ。ありがとう。さて、そろそろ本題に入ろうかしら。ドンナさん、私たちがここに来た目的はわかる？本題ですか？はあ、やっぱりそういう反応をするのね。白の姫と六人の小人は覚えているかしら？この前そろそろ返却期限になると思っていくら探しても見つからなくて、誰かに取られてしまったのかもしれません。ずっと枕元に置いてたのに。まずいぞ、リサさんが爆発するかも。聞こえているわよ。へい！本当に誰かに取られたのならドンナのせいじゃないわ。責任は本を盗んだその人にあ、3倍、いや10倍返しにして支払ってもらおうかしら。やっぱり怖い。それについては心配ないわ。私が図書館の司書である限り一冊の本もなくさせはしない。全ての本には特別な元素表記をつけてあるの。だから手がかりはゼロじゃない。もしかして、かわいこちゃん、あなたも強い元素感知力があると聞いたわ。元素感知力？元素資格で手。ダメダメ、ディルック様のことばかり考えてしまう。はあ、もう一度お試しください。ダメダメ、ディルック様のことばかり考えてしまう。はあ、痕跡を見た感じ
確かに盗まれた可能性が高いわね。どんなのせいじゃないんだな。けど禁書エリアの本でもないのに盗む価値なんてあるのか。変わった毒。次はどかなり弱い元素反応だけど、犯人は本を場外に持ち出しているみたい。可愛子ちゃんにも見えるわよね。その痕跡をたどって。ここの元素の痕跡少し強いわね。本を盗んだ相手はここで休憩したみたい。痕跡はまだ伸びているわ。追跡を続けましょう。この周囲にはいないわ。ずいぶん遠くまで逃げるのね。犯人はアジトに戻るつもりか。Thank you.
この近くにあるはずよ。元素近くなら魔力の流れさえも見えるわ。魔力の流れをたどって本を。遺跡に住んでるのか？モンドの人をそう一括りにしないでほしいわ。それにどちらかというと犯人は人に好かれないお邪魔虫って感じがするわね。私も同じことを考えていたわ。そうね、アビス教団の可能性が高いと思う。もともとそれにこの遺跡の入り口に施されている元素封印もアビスの魔術師の封印？どう？この程度の元素力で私を止めようなんて、私も舐められたものね。うえ！入りましょう。これが仕事モードのリサさんか。意外と広いんだな。まだ奥に行くのか。借りた分は返してもらわないと。例外はないの？Thank you.
さは安心できます。逃がさないわよ。うがちなさい。しびれなさい。戦場のお掃除の時間です。
頼んだわよ。逃がさないわよ。うがちなさい。雨のような頼んだわよ。これはお仕置き。やみつきにならないでね。死の風格に気をつけます。お前たち、どうしてここに。あなたたちがどこに隠れていようと興味ないわ。本を返してもらうわよ。アジトに隠れて封印までする暇があるのに、貸し出し手続きをする時間もなかったの。人の仕事に対する、あの本のモンドにも、貴様は図書館の司書よ。まだ質問はあるかしら。本を返してちょうだい。ふん、ならばあの秘密に貴様何をする気だ。人の話を聞かない方には少しばかり罰を与えてあげないとね。仕事って本当に面倒よね。さて、本を探しましょう。この近くにあるはずよ。小人だな。ええ、本が無事でよかったわ。で、出ないと、なんだ？あれ以上すごい罰があるのか？
でないと私の薬剤学の研究成果を身をもって体験。それにしても禁書エリアに分類されていない本をどうして盗んだのかしら。私がつけた表記以外特に異常な元素反応もなさそうね。そうだな、普通におとぎ話の絵本だな。でも図書館の司書として面倒な仕事はこれで終わりよ。そんなに興味があるなら貸し出ししましょうか。期限は無期限よ。あなたのことは借り手ではなく保管人として登録する。これは信頼に値する市民への特典なんだから。特典というより面倒ごとを他人に押し付けたような感じがする。あら、私の仕事に何か不満でも？物分かりがいいわね。あなたを助手にしてそばに置きたいくらい。じゃあ今日のお仕事はここまで。先に戻っているわね。あなたも図書館にいらっしゃい。保管人としての登録手続きをするわ。お帰りなさい。本の保管手続きはもうできたわよ。ありがとう。あれ、そういえば何か忘れてるような。欲張りさんね。あ、あそこの棚にあるのテイワット観光ガイドじゃないか。しかもいっぱいあるぞ。実はテイワット観光ガイドって定期刊行されてるものだから正式な所蔵品ではないの。はあ、好きなものを持って行っていいわよ。今日の助手としての報酬ね。あなたがいてくれたおかげで面倒な仕事も少しは面白かったわ。テイワット観光ガイドはオイラたちを釣る。城を出て地下遺跡まで本を探すことになるのは巻き込んでしまったお詫びに。わあ、リサさんわざわざ用意してくれてたのか。今度一緒にお出かけした時に渡そうと思っていたんだけど、今度のことはまた今度にね。あ、Thank you.
相手を間違えたな。戦場のお掃除の時間です。いるはずです。
をつけます。ならないで。Yeah.
に気をつけます。賑やかになってきましたね。どれにしようかな。私にお任せを。そういえば何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。
疲れましたか？ここで少し休みましょう。今お茶をご用意しますね。お砂糖はどうしますか？多め？普通？それともなしでしょうか？私を必要とされる限り、いつまでもそばでお仕えいたします。任せてください。何でも私にお任せ。そういえば何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。私にお任せを。そういえば何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。私を必要とされる限り、いつまでもそばでお仕えいたします。任せてください。何でも私にお任せを。そういえば何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。
せてください。何でも私にお任せを。そういえば、何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。任せてください。何でも私にお任せを。そういえば、何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでした。
休みましょう。今お茶をご用意しますね。お砂糖はどうしますか？多め？普通？それともなしでしょうか？お任せを。そういえば何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。ここで少し休みましょう。今お茶をご用意しますね。お砂糖はどうしますか？多め？普通？それともなしでしょうか？私にお任せを。そういえば何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。必要な方がいるはずです。Thank you.
任せてください。何でも私にお任せを。しませんと。しませんと。
の時間です。Ah!
必要とされる限り、いつまでもそばでお仕えいたします。必要な方がいるはずです。できないわね。疲れた。石段に橋を。この世の中にいる人は
全員駒よ。岩の重さは安心できます。これで間に合いますね。外に出るべきじゃなかったわね。元気出してよ。任せてください。何でも。岩の重さは安心できます。
だよ。私を必要とされる限り、いつまでもそばでお仕えいたします。私にお任せを。そういえば何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。ここで少し休みましょう。今お茶をご用意しますね。お砂糖はどうしますか？多め？普通？それともなしでしょうか？
私にお任せを。そういえば何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。間に合いますね。しませんと。みんなの声が聞こえないよ。
ような方がいるはずです。バーバル、私を必要とされる限り、いつまでもそばでお仕えいたします。私にお任せを。そういえば何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。私を必要とされる限り、いつまでもそばでお仕えいたします。
ほら、行くよ。ほっ。岩の重さは安心できます。